これまでの原材料価格の上昇っていうところで、かなり企業努力をされてきたかと思うんですけれども、やっぱこのタイミングで上げざるを得ないという判断なんだと思います。こちらは月別の食品の値上げ品目数です。毎月多くの食品の価格が上がってきましたが、10月は今年最多だった8月の 2.5 倍となる6532品目と記録的な数になります。今年に入ってからの値上げで負担額は全世帯の平均で月額5730円。年間に直しますと68,760 円ということで、約7万円の負担増という形になっております。具体的に見ると、キユーピーが明日からマヨネーズ類など93品目を最大 20% 値上げ、また丸大食品と伊藤ハムはハムやソーセージなどを最大 30% 値上げ、家庭用チーズについては森永乳業が最大で50円、明治が最大65円値上げするとともに、内容量が減る商品もあります。大分市内にありますスーパーです。今年に入って何度も食品などの値上げに対応してきたということですが、10月の値上げの品数については過去にないほどだといいます。こちらのスーパーでは来月だけでおよそ1500品目の値上がりが予定されているそうです。商品棚には値上げを知らせる張り紙が。またこれまでは企業努力でプライベートブランドの食品価格を据え置いてきましたが、来月は上げざるを得ない状況だということです。もう企業努力限界というところで値上げにせざるを得ない状況となりました。ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。一方で、10月を前に先週から厳選した100品目の商品を緊急値下げする企画を行っていて、少しでも消費者を応援できればと話していました。また、駆け込み需要も。こちらは大分市の酒店です。今回、大手4社がビール類や酎ハイを中心に明日から一斉に1割程度値上げします。缶ビールの値上げは14年ぶりだということです。こちらの店ではポップを貼って値上げ前の購入を進めていました。買いだめに訪れる人も多いようで、仕入れを増やして対応しています。特にビールケースをまとめて3ケース4ケース買われる方が非常に多くなってます。値上げのピークとも言われている10月。しばらくは家計をうまくやりくりしてしのいでいく状況が続きそうです。